どうも、ただのガリベンです。今回は、東大の第一次試験の仕切り合格発表ということで、それが今日ですね、2月の12日12時に発表ということなんで、今発表されていると思いますので、チェックしたいと思います。さあ、東大のサイトですね、東京大学のサイト準備してます。これワンクリックで仕切り、発表が分かります。合格かどうか分かります。ちなみに僕は、文科一類に応募しました。センター試験が、711点ということで、まあ、79% ぐらいだったので、去年の文科三類の、まあ、文科三類の方がセンター試験の足切り去年高かったので、まあ、ちょっと今の僕の点数だとちょっと足切りに引っかかるんじゃないかなということで、文科一類に志望しました。じゃあ早速チェックしたいと思います。まあ仕切りっていうことで、本番ではあるんですけど、これ受かってなきゃ話にならないところなんで、まあそれでも緊張しますね。ちょっと見てみます。発表されてます。どうでしょう。あ、どうしよう。とりあえずあれですね、最低点から見てみたいと思います。センター試験これ以上取ってれば足切り突破っていう、その最低点チェックしたいと思います。なんとどうでしょう。足切りは、まあ、どの科類もあって、最低点が2020で間違いない、令和2年ので間違いないです。僕文科一類の最低点が621点だったんで、この時点で、まあ、マークミスとかしてなければ足切りは突破したっていうことになりますが、ちょっとまだ分かんないんで、こう受験番号でしっかり確認したいと思います。どうでしょう、受験番号、はい、これ見つけるの難しいんですよね。去年も挑戦したんですけど、結構時間かかるかもしれない。はい、センター試験の僕の番号ありました。ということで足切りは今年も突破することができたんで、いよいよここから二次試験ということになります。まあそうですね、まあ、足切りは今回は多分出願者が全体的に少なかったので、最低点見てみると、いやそんなに高くないですね。分散が575とかなんで、まあ、分散に出してても結局は仕切りされなかったっていう結果なんですけど、まあでもセンター試験終わった時点で仕切りされるかどうかっていうのを気にしながら勉強するっていうのがすごいしんどかったんで、まあ仕切りはよっぽど大丈夫だろうって思う分1でやって、まあ、よかったと思います。まあ、結果的に V1 の方が最低点が高かったんですけどね、はい。まあ、こういう難しさもありますね、受験って。ということで、まあでも二次試験まで残り2週間も切ってますんで、しっかり本番に向けて勉強継続していきたいと思います。まあ、こっからまでやれることたくさんあると思うんで、まあ、無駄に過ごさないように、まあ、本番で1点でも取れるように対策していきたいと思います。で、まあ、分1なんで合格点は分散当初の目標よりは高くなってしまうんですけど、まあなんとか合格に向けて頑張りたいと思います。
ではね、以上今回、以上今回は、足切りの東京東大の一次試験足切りの合格発表でした。足切りは合格ということで、ありがとうございました。